水曜日、木曜日の昼間、木曜日まで、えー、っと、九州に旅行に行ってて、福岡から飛行機で帰ってきたんですよ。で、その時使ったのがそれ、そのスカイマークエアラインっていう会社で、で、えー、っとね、元々の僕のスカイマークエアラインに対するスタンス、格安、割とこう、その、JAL とか、 アナとか、まあ、一般にはアナルとかよりは、<laughs> これね、あの、思いついたやつはどんなにくだらなくても早めに入れてこうと思ったらなぜかっていうと、この後怒りのトークになるとそういうのを入れる余裕がなくなってくるような気がしたんで、別に今更ジャルとね、穴をくっつけてアナルなんて言わなくていいんですよ。言わなくていいんですけども、一回言っとこうっていう <laughs> ね、あのー、一応フォアボールで出塁しておこうっていう感じですよ、今のやつは。そのジャルとかアナとかの路線に比べると格安の飛行機。 会で、その、もともと、なんつうのか、ちょっと決まりに厳しいっちゃ決まりに厳しいとかがあって、俺はそこが好きで、割と好きで、例えば、えー、チェックインして、要するにチケット取って座席指定をして、飛行機今から出ますよっていう時になって、えー、結構来ない客っているんですよ。遅れてくる客っていうのは結構いるわけですよ。で、その遅れてくる客は置いてきますっていう。 ね。あのー、他の航空会社とかは、意外にその客をずっと待ち続けたりとかして、それでその飛行機の時間が遅れたりすることはありますけど、うちはその何分前ってちゃんともうチケットにも書いてありますし、その時点でいなかった場合は置いてきますっていうルールが、一時期ちょっと物議を醸し出したことはあったんだけど、あとなんか、機内での、 こういろんなサービスに関しても、クレーマー、クレーマーみたいな人のせいで、えー、そのフライトに支障が出るなんてことは、うちは嫌だから、そういうこう抗議とかも受け付けませんみたいなことを言って、一時物議を醸し出したことがあるとこなんですけど、俺は基本的にそれでいいじゃんと思ってるし、遅れるやつが悪いじゃんと思ってます。で、えー、で、そういうスタンスも、お理解したつもりで、スカイマーク乗ったんですけど、 最初に、カウンター行って、ほれで、その、まあ、ネット予約してカウンター行って、で、座席何番、何番、座席どうしますかみたいなこと言うから、どうしますってどういうことですかって言ったら、窓側がいいですかそれとも通路側がいいですかって言うから、まあ、俺は、あのー、太ってるから、でかいから、窓側行くと、どんどん飛行機が右の方に曲がってっちゃうから、だからそれはちょっと悪いなと思うんで、あのー、通路側、 ね。窓側よりは、じゃあ、通路側でつったら、通路側、今、一番前の席しかないですって話になって、え、一番前の席だとなんか問題ありますみたいな話を聞いたら、えー、っと、一番前の席は、通路に、あの、自分のこう、前の床に物を置くことができないので、えー、っとお、お手荷物を全部、棚の上に入れていただく必要がありますっていう。で、それ以外はで、それ以外は別にないです。あ、だったらいいですっていう話をして、そこの、おで、チェックインをするわけです。で、その後、 もう、あの、ギャグとかを入れる余裕が心にもうすでに <laughs> なくなってるんですけど大丈夫なんでしょうかこれは大丈夫なんでしょうかほいで、その後、えー、っと、福岡だったんで、まあ、ちょっとその福岡旅行に行っていきさつ的にもう、神さんに急に行く、急に俺福岡旅行に行ってくるから用意してなんつって言ってるから、ちょっと神さんなんかお土産買ってこうかなと思って、ね、なんか、その、空港の売り場の中に、えー、っと、プリンが映って、 で、そのプリンを買っていこうと。で、ついちゃその時点でカミさんに、こう、あの、羽田まで迎えに来て、その後仕事だったから、木曜日の夜は仕事だから、羽田まで迎えに来てって言ってるから、じゃあそのカミさんにプリンを買っていってご機嫌を取ろうと思って、おいでプリン2個、2個プリン買っておいで、えー、っと、飛行機に、まあ、のの乗ろうと思うけど、飛行機に乗り込みに行くわけです。 で、時間が来て、あの、飛行機乗っていいですよ、つって。ね。で、今もうちょっと飛行機乗っていいですよ、つって、一旦上にまたがっちゃったみたいな、どうでもいいやつを、いつも通りのどうでもいいやつを入れたりとかね。そういうのもあるかなと思ったんですけど、もう心に余裕が一切ないです。今、全然ないです。で、乗って、 それで、その、今から飛行機の中にご案内しますみたいのになるじゃないですか。そうすると、その、例えば、えー、小さいお子さんがいたりとか、体が悪い人とか、その、た、おたす、助けが必要な人は、まず先にみたいなこと言うでしょそれとあと奥の席から、どんどんこうやって行ってくださいみたいなパターンあるじゃん。そで、俺は一番前の席の窓、あの、えっ、ー、と、一番前の席の通路側ってことは、一番最後に乗らなきゃいけないじゃないですか。その順番で言うと。 で、一番最後まで行って乗って、ほいでその、上のところにこうやって乗せようとしたら、上に俺のプリンと荷物を置こうとしたら、キャビンアテンダントの人さんが、その荷物の袋を見て、なんとかプリンみたいな、福岡名物なんとかプリンみたいなやつを見て、で、それプリンですよねっていうのね。はい、プリンです。つっ,ったら、 あの、うん、あけませんよぐらいの、ね、えー、感じで。<laughs> プリンですよね。これもういらないね。もう本当にごめんなさい,い。本当にいらないっていうことが分かりました。ね、えー、で、プリンですよね。で、プリンっていうことは、保冷剤入ってますよね。っていうのね。その分は知らないです。あの、プリン屋さんに言ってるから、入ってるんじゃないですかっつって。で、したら、なんか見たら、保冷剤入ってるか保冷剤入ってますね。入ってます。入っても、入ってみたいでしょつったら、えっ、ー、と、保冷剤の入ってるものは、上に置けない、上の棚に置けないルールです。っていうのね。 で、あ、上の棚に置けないルール、なん、なん、どういうこと俺、さっき聞いたら、下の通路には、ここの席は置けないって言われたけど、って言ったら、はいっていうのね。え、じゃあこれどうしたらいいんですかずっと持っててください。っていえ、このフライトの間、福岡から羽田までずっと持っててくださいっていうのね。プリンを、ね。ずっとだよね、プリンを持っててくださいってわけ。で、俺、ちょっと笑っちゃって、え、プリンを僕、 この福岡から羽田までの1時間40分の間、ずっとこうやって手に持ってちょこんって座ってるんですかって言ったら、はいっていうのね。いやいや、ごめんなさいごめんなさい。えっと、その、その件は全く聞いてないけど、って言ったら、あの、ずっと機内でアナウンスを入れておりますっていうのね。いやいや、だから、機内でアナウンスを入れても、俺機内でプリン買ってないからっていうんで、その、 確かに僕は乗る前のそのチェックインカウンターでは一番前の席の人はえー棚の上に全部荷物をあげなきゃいけませんっていうデメリットがあるのは聞きました。で、それをオッケーしました。で、その後プリンを買ってここに乗るまで、そのー保冷剤の入ってるものがあの上に乗せられませんというルールは知りません。ね。で、ここに来てそうなるっていうのの僕がこれをどこでし知ればいいのかが僕にできることは一番前を取らない。もしくはプリンを買わないなんですけど、そのー もう買って即食べちゃうなんですけどもね今のご用気のやつもまあ今、今しいらないですけどね。その、えっと、ことでもう俺頭の中で、ルールだったらルールで言ってくれれば守る。でいて、わかんないけど、じゃあ例えばプリンが買いづらいエアラインだっていうことだったり、他のエアラインでもプリンが買えないのかどうかはわからないからですけど、そういうことがルールに明記されてたら、俺は守るか乗らないかを決める。絶対に。それに関しては従うタイプです。 で、自分用語のために、どれぐらい従う人かっていう例を、どれぐらいじゃ、ユースが効かないバカかっていうことでも全然いいです。あの、言いたいのが、この前の日僕、小倉から博多に移動してるんです。で、小倉に行くときに、あの、まあ、この九州旅行の楽しかった話が後回しにもうなってるんですけど、<laughs> その話からした方が良かったんじゃねえの深夜放送。深夜放送とはいえ、ねえ。 小倉から、僕、自転車を、折りたたみの自転車を持って、あの、新幹線に乗ったんです。博多行きの新幹線に乗ったんです。一駅、一駅で、えー、20分ぐらいかな。その、新幹線早い、すごい早い、超早いんで。で、<laughs> で、その、新幹線に乗って、自由席で乗って、で、通路のとこ20分だったら、荷物もでかいし重いから、通路のところで過ごそうと思って、 通路のところに行ったんです、僕、ずっと。そしたら、意外に人がそこを通るので、僕のこの、えっ、ー、と、自転車が少しご迷惑がかかると思って、始まって、乗ってから多分十数分経ったところで、これは通路申し訳ないなっ、つって、思ったんで、えっ、ー、と、すぐ横の車両の一番端のところにじ自転車を詰めて、その前の席に座って、ね。そしたら、それがグリーン車だったんです。で、その前から僕のところを、 車掌さんが通り過ぎようとする。で、車掌さんはもうすでに十何分経ってるから、小倉から乗った人のチケットチェックはどうやら終わって引き返してるようなんだけど、車掌さんすいませんと。グリーン券を買いますと。僕は実はこれ自由席券で乗ってるんですけど、その今やっぱり邪魔なんで、グリーン車にここから乗りますんで、この小倉博多間のグリーン券と指定券をくださいって言ったら、車掌さんちょっと苦笑いしながら、もう十分切っちゃってるんでどうしようかなって。いや、これは決まりなんで。 僕いただかないと気持ちあの、取っていただかないと気,ち気持ち悪いんで。で、社長さんからしてみたら、おそらくチェックも面倒くさいんだと思う一段落全部、一段落終わって、多分終点博多に行くチェックをしてるんでちょっとすいませんが、これはルールですからっていうぐらい気持ち悪いんです、僕は。<laughs> 基本的に。で、したらそのキャビンアテンダントの人がですよ。でもう一、あの、新幹線はもうすでに飛行機、 ですよ。でもトランスオームしたんじゃないですよ。<laughs> その飛行機の違う次の日の話。で、飛行機乗ったらそういうわけ。で、それで、じゃあ僕これどうしたらいいんですかってなったら、すぐ横の席が空いてるんです。空いてるから、ここ置いていいですかって言ったら、ここを置くのは、置く場合は一座席分お金を頂戴しますっていう。で、このあたりで僕多分人としては間違い始めるんです。ルール馬鹿として人としては間違い始めるのは分かりました。 プリンを二つ置くために僕は一万八千円払います。<laughs> ここに、あの、この座席をもう引っ込みがつかなくなってるから、この座席を払いますって言ったら、今度このキャ、まあ、若いキャビンアテンダントの方だった、男性の方だったんですけど、この人が、えっと、それの関しての手続きが面倒、こ面倒とか、本来前でやってくれと、そのチェックインカウンターでやって、 くれななないいととみたいなことになるわけで,で、俺に関しては、いやいや、これはルールだったら僕は、僕が知らないのが悪いんだら僕はそれをします。で、それを取っていただかないと、あの、困りますって。だから、あの、降りた後でも払えるようにしてほしいって言ったら、その騒ぎを聞きつけて、もうフライト寸前ですから、えー、っと、キャビンアテンダントのもう一人、多分もう一人偉い方が、ちょっと、ちょっとっ、つって、ね、ね、何揉めてるのみたいなことでこうやって来て。 ほいで、その人が言うには、わかりました。僕はこ、そのまま、僕はもうその、こういう、ここまでこのルールを知らないで来たんで、あのー、どうし、このルールを知らないで来るというシステムに納得は言ってませんけど、でも、これはルールだからっていうんで、こうなってますって言ったら、わかりました。じゃあ特別に今回は無料で結構です。次回から気をつけてください。そこでおそらく、第何個目かの俺の中での、あのー、大事なやつがブチって言っちゃって、いやいや、ごめんなさい。 僕は特別にはしてもらわなくて結構です。特別扱いなんかされたくないです。た、おそらく今はクレーマーに対する処理という形でなさってると思いますけども、僕は恩恵を一切受けたくないです。なっちゃう。そしたら、フライトが近づいておりますんで、細かい説明は上空でいたしますっていうわけ。ね。ほいで、もう俺のプリンを無理やりそこの真ん中の席に置いて、そのプリンに、あのー、の、箱ので持つプリンの、 取っ手の部分に、ええー、とーー、救助、救助部、な、なんつうんだよ、あれよ。なんつうんだよ。あのー、もし何かあっても、つんのめってゴロゴロじゃなくなーる、<laughs> なくなるを、なくなるゴロゴロにはなるべくならないようにする、カチャッとするっていう、あの、なんつうの、救命ベルトによく似てる、えっ、ー、と、救命ベルトだよ。<laughs> で、そのやつを、安全ベルトを、シートベルトを、つけて結ぶわけ、結んでさ、まあ、一番前の席だからさ、真ん前に座るじゃん。 あの、こっちが向きに座るじゃん。退治した形になるじゃん。ほんで、行こうとするわけ。で、もう分かりました分かりましたって感じになるわけ。でも俺の中ではちょっと待ってくれと。で、変な話、スカイマークの姿勢についてはちょっと知ってる。それとにかくダイヤを乱さないために、あの、ちゃんとやるって言って、ダイヤを乱さないことこそが格安で、あの、えっと、飛行機、 の、チケットを提供できることの元になっているから、とにかく格安にするために、そして迅速に移動するためにがメインなのは分かる。分かるから、とりあえずちょっと待つんだけど、その前にこ座られてる間も、腹が立つとしょうがないわけ。だから俺はもう、とにかく今、恩恵に預かるわけはいかないと思うから、この、えー、っと、安全ベルトを取り、で、その2個のプリンを持ち、 そのままずーっとこう座ってるわけ。ずーっとその、だってこれがルールだから。お前らの言うルールだからと思うから、持ってるわけ。で、その、ある程度、それ上行った段階のところで、そいつが、なんか、お、お客様こちら置いて結構です、みたいなことを言い、言い出すんだけど、いや、結構じゃないんです。僕は、あの、クレーマーとして処理を、 そういうふうにするように言われているのはわかりますけど、僕の中では自分とクレーマーをはっきり分けているので、これで恩恵に預かろうと思わない。思い、思いませんから、これはこれで結構です。ただ、その一番前の席に座った場合、冷凍食品や保冷剤の必要なものは、ええー、とー、こういうことになりますというのを、次からカウンターで言っていただけるようにしてもらいたいんです。 それは出来かねますっていうもの、ね。それができかね、もう、もうちょっと変な言い方だけど、嘘でも上に提案しますって言えってちょっと思うわけ。上に提案しますって言われちゃった以上、こっちは引き下がるしかないから。ね。まあ、最悪の場合とか、あのー、提案ってありましたっていう電話をかける可能性はありますけどね、僕の場合はね。だけど、そこでそう言われれば、 提案されるっていうことで僕はしょうがないです。僕はその引っ込むしかないんだけど、それがこうできませんって言われちゃうと、もうできませんって言われちゃうともう、とにかくプリンは今は持つ。 今は持つ。ずっと、その、えっ、ー、と、家までプリンを、家までじゃなくていいだろう。うこう出たらもう持たなくていいだろうって、一生もうプリンを持つっていう。他の番組でも小さな小箱を俺はずっと持ってて、おい、あいつプリン持ってんじゃねえかでおなじみのやつになるっていう。移住院ってあれだろプリン持ってる人だろどんな収録でもっていう。何年前かになんか嫌なことあったせいで一生話さないって決めて、<laughs> 周期の強いプリンをずーっと持ってるやつだろっていう。<laughs> あれだろプリンって移住院の上に乗ってるやつだろみたいな。そういうやつになってくるわけですよね。移住院でプリンを置く台だろっていう。<laughs> プリンをブッキングするのに移住についてくんだろうで、おなじみの、俺になるの、もうしょうがないと思いながら、プリンをずっと持ってるわけ。で、言いたかないけど、もうここで初めて言いますけど、あの、プリンと冷凍食品がダメだって言ってるんですよ。上に乗っけちゃダメだって言うんですけど、上にあげるときに、その、おっきな、その、その、ロッカー、ロッカーなんていうの、その棚。 棚の飛行機の棚の、一番端の、要するに後ろのお客さんも、水炊きの冷凍食品のやつを入れてるのよ。ね。俺が尊ょそこらのクレーマーだったら、あいつ入れてるじゃんって言う、言う、ね、言うけど、俺はそこに関しては違うだろうと思ってるんで、それを言っちゃって、あいつの水炊きまで大騒ぎになっちゃうと、でもあいつはずっと水炊き持ってなきゃいけないわけじゃんか。ね。一緒に何か次会った時に、あれ 俺のせいでまだ水先持ってんのってことになりますから、ね、から飛行機降りたらもう関係ねえじゃねえかっていう。もうなんかもうそれでずーっとさ、1時間40分さ、もうわかんないけど、もうずーっと座ったままプリン持って、で、前に退治して座っちゃってるもんだから、たぬき寝入りするしかないわけもう。たぬき寝入りしたままプリンずーっと持ってる、プリン2個持ってる気持ち。そのプリンをずーっと2個持ってる気持ちと、それとその、こう、 プリンなんか買わなきゃよかったと思います。俺の中での、よくわかる。プリン買わなきゃ、な、買わなきゃいけなかったは絶対間違ってんだけど、俺の言ってること間違ってるかいや、俺の融通の効かなさは間違ってるのはわかんない。そこの融通の効かなさは、わかりました。ありがとうございますって言って全部受けろっていうのはわかってる。それはその100も承知で、俺の育ち方が間違ったなとは思うし、これをもっと社交性の高い人はちゃんとやれるのはわかるんだけど、 もうそこがなんかその全然俺の中で納得いかないままずっとこう時間がこう過ぎていってそのままプリン持って帰ってくるんだけどもう神さん来てさ神さんと会ってさ これで、これ土産のプリンって言ってんだけどさ、このプリンを渡すときの顔が、プリンをだいたい人がね、人にプリンをあげるときの顔っていうのは、そんなに怒ってないよね。<laughs> <laughs> もうね、地獄のような顔で、これプリンって渡してんだけど、うちの神さんからしてみたら、 プリンくれる人の中でワーストの顔なわけ。どう考えても。ね。わかんないけど、あのー、自分の呪いを解くために呪いの、代々持った人が死んでいくという呪いの人形を、 嫌いでもない人にあげなきゃならない時の顔みたいな顔してるから、俺。すでに。ね、怨念のこもったような顔でそのプリン渡してて。で、うちのミさんがさ、そのプリン、俺、ダイエット中だから食べないけどさ、一番最低で箱入れてもらえるのが2個だったからさ、2個買ってるだけなんだけどさ、うちのミさんがプリン2個あ,あるからっ,つってさ、あの、あ,あんたを食べんのって俺ダイエット中だからプリン食べない。ってね、言うじゃん。うん、んでうちのミさんが、そしたら、あ、じゃあ、あの、この後ちょっと動物病院のお友達のとこに会うから、1個あげよう、なんていうのね。 一個あげようじゃねえよそんな思いで持ってきたプリンじゃねえんだよこれは俺は地獄の豪華に焼かれながら、俺のプライドの一番最後の小さい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 ,小さいカツみたいなものを燃やし尽くしず、微動だにせず、たぬき寝入りをしながら、目を深く閉じ、膝の上に乗っけて持ってきたプリンだから、お前が食え、お前が食うしかねえんだよ、みたいな。もう変な字、これだけで、キャプテンオブザシップ並みの長渕通知の、お前が食え、お前がプリン、 お前がプリン奥へを言えるぐらいのずっと十何分歌い切れるぐらいの怒りに満ちたプリンで。だってだよ。だってだよ。あのー、スカイマークさんの方聞いたら聞きたいんですけど、 大きな飛行機の中で一番前の座席に遭遇する人っていうのはおそらく飛行機の構造中6、構造上6人です。で、その6人に関して座席のチケットを引き換えるときにその一言足元に荷物を置けませんっていうのをもう言う手間はやってるわけですよ。そこにもう一言さらに保冷剤のあるものが上に置けませんので この、おそういう、こう、マイナス面がありますよ。だから、もう、保冷剤のあるものを買った場合、持ってなきゃいけませんっていうのを言うだけのことでしょ。それを言うだけのことを、できない、がゆえに、キャプテンオブザシップ並みの今、名曲が誕生しようとしてるっていう、ありがとうございます、もう、本当に。ありがとうございます。ジャングル いや、ま、あその、クレーマーの、に、いちいち、こう、譲歩しないみたいなことが、ある程度、その、スカイマークの方針としてあるのはわかるんだけど、それをいちいちやってることで、むしろそうじゃない人に対するサービスが低下するっていうことや、その時間の関係とかで、えーっと、こう、 飛行機の運行に支障が出るよりはいいっていう考え方はわかるんだけど、もう俺の中にはそのクレーマーと同じ箱に入れられてるっていう感じが、だって俺もうすでにもう別に持っていくんでいい、いいが、その次の、これに関して、えっ、ー、と、対処してくれっていうのすらできませんって言うんだけど、ただ、もうこのキャビンアテンダントさんが延々とすみません。気分を害してすみませんっていうのね。で、それに関しても、いや、気分を害す、害さないのことはいい。 でお、あの、そういうことじゃない。で、これは、その会社の方針をきちんと遂行してるだけだから、あなたに対して何か言うつもりもないんだっていうね。だけど、その、このルールを僕が知りようがないっていうことは、間違ったルールだと思うんだっていうんだけど、それに対してもすいません。でも、えっ、ー、と、上に上げることはしないって言われちゃうと、 え、足踏んですみません。次回からも踏む可能性が高いですっていう話だから、なんかそれはどうしてもってなっちゃって。でもずーっとわかんないけど、その、もうあと、もうなんかわかんないけど、俺、俺が悪いのかな俺がみたいな感じの。いや、だから、わかんだよそうじゃない方が生きやすいことも、そうじゃない、なくてきちんとにっこり笑えるような人も、いっぱいいるのはすげえわかるから、俺が人間として正しいなんて位置からは、あの、思ってないけどね。えー